2月29日、自身のインスタグラムで電撃結婚を発表した、米ドジャースの大谷翔平選手。3月1日の囲み取材、2日にナンバーが配信した独占インタビューと、気になるお相手情報が少しずつ語られている。1日、囲み取材に登場した大谷は、結婚発表の理由を、一番は皆さんがうるさいから、しなかったらしなかったでうるさいですし。 あとは野球に集中したいというのが一番、と発言。お相手については、至って普通の人、初めて会ったのが3、4年前、と、控えめな受け答えを見せていた。一方、2日に配信された、ナンバーの独占インタビューでは、もう一歩踏み込んだ話も。電話しながら一緒にドラマを見たという話や、作ってくれたドライカレーが美味しかった話など、具体的に語っていました。 お相手情報についても、年下です。2個したかな。僕が今年30歳で、彼女が多分28歳です。あれ、もし間違っていたらごめんなさい、わら、と明かしています。お相手が誰なのか、様々な予想が飛び交っていますが、最有力候補とされているのが、元バスケットボール選手の A さんです。2、3歳年下という条件も満たしており、ネット上では、やっぱり。 と多くの人がが盛り上がっています芸能記者一緒にいて楽だし楽しいと相手に対する気持ちも語った大谷ニュースのコメント欄にはここまで話してくれるのかと驚く声が集まっていた結構いろいろと話しててくれてるのがすごいと思う十分知りたいことは知れましたし微笑ましく幸せをおすそ分けしてもらえた気分ですシーズンでの活躍がますます楽しみ 1,000億の男大谷だってずっと嫁さんを隠し続けることができないことくらい理解してるはずだしこうやって少しずつ小出しにしていって最後はオールスターのレッドカーペットでお披露目するという算段かなそうなったらオールスターは大盛り上がり主役は完全に大谷夫妻大谷の一連の対応は2023年8月に結婚11月に離婚を発表したフィギュアスケーター 羽生さんの場合はお相手情報を一切明かさず報道陣の取材にも対応しないという完全シャットアウト状態を続けましたしかもわずか105日で離婚その後元妻側は実名報道を許可していた嫁姑問題があったなどさまざまに報じられ激しく叩かれる事態となりました 元妻を守るためになるべく情報を出さないようにしたのでしょうが元妻や結婚に対する思いを語らないまま短期間で離婚したため結果的に良くない見え方をしたようです芸能記者大谷が羽生の騒動を多めにしていたかはわからないが相手を守りつつ少しだけ情報を小出しにするやり方は日本のファンもな